こんにちは。離婚診断協会理事長の岡野敦子です。今日は離婚して良かったと感じるタイミング3選を今日はお届けします。この3つ目は本当に、皆さんね、ああ本当にこれが離婚した醍醐味なんだ、離婚して良かったなっていうのがもう3つ目では本当に感じる時なんで、これはちょっとね必見ですよ。そしてじゃあ1つ目からいきますね。離婚して良かったね、本当に離婚はエネルギーを使ってね、大変な思いをして離婚を勝ち取りましたね。そして一番最初に離婚して良かったなと思う時、自由を感じられる時ですよ。私の場合は区役所に離婚届を提出して、その時のね、帰り道、これが本当に良かったなって感じ。あ、私はこれで自由になれたね。そしてこれからね、新しい人生のスタートだっていうね、もうなんていうのかな、意気揚々ぴったり、これからの未来に向かって私は羽ばたくぞっていうね、そういう思いが第1回目にやってきますね。最初にやってきますよ。これが離婚届を提出した時です。そして次に良かったなと思えるタイミング、新しい前の夫よりね、ずっと素敵なボーイフレンドができた時ですよ。この時の醍醐味もすごいです。ね、離婚してなかったら不倫になっちゃいかねませんから、晴れて独身、ね、そして素敵なボーイフレンド。あ、私はこのために離婚があったんだって感じられないでもないぐらいな素晴らしい瞬間です。ね、この時も、あ、離婚してよかったなって皆さん誰もが感じられる時です。弱ってる時にね、見つけるボーイフレンドはダメですよ。自分がね、離婚して自由を勝ち取って充実した人生、人生の、ね、リスタート、これを進めた時の充実感で捕まえるボーイフレンドはね、離婚して本当に良かったと感じられますけれども、弱ってまだまだ引きずってる時に見つけたボーイフレンドはダメですよね。そういう時じゃなくて充実した時に見つけるボーイフレンド、その時の醍醐味、これもすごいです。皆さん、今私がねちょっとヒントを与えましたけれども、弱ってる時に見つけるのは良くない。弱ってる時のボーイフレンドっていうのは良くないってことは、またね、別の機会で、皆さんに伝授しますので、今日は私の言うことだけを信じて、ね、弱ってる時のボーイフレンドはダメですっていうのだけ頭に入れといてくださいね。そして、お待たせしました。三つ目の良かったなっていうところ。本当に離婚の時は、ね、誰もがそーっと触れちゃいけないと思って誰もがやってきません。ですが、晴れて離婚が決まった時、ね、どん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 友達がおめでとう、よかったねなんて言って集まってきます。この醍醐味、ね、今までね、おとなしくしてた友達たちが離婚したことによって戻ってきます。多分、どっちの味方をしていいか分かんなかったんだと思います。ね、やり直すのか、離婚するのかもね、分からない状態で、なんて声をかけていいか分かんなかったんだと思います。そういう本当に心からの友達、応援してくれる友達たちが戻ってきた時の醍醐味。これは離婚して本当に良かったと感じる一瞬です。私もそんな経験がありました。ね、そういうお友達は今でも続いてます。ね、本当に心配してくれてる。本当にこれからの人生の第二のスタートを応援してくれる友達に囲まれて、おめでとうと言われる瞬間、離婚しておめでとうですよ。ね、結婚しておめでとうっていうのはね、みんなから言われますけど、離婚しておめでとうと言ってくれる仲間が集まってくれる醍醐味。これも離婚してよかったと感じるね、思いです。今日の3選、覚えてますか？まず、離婚届を提出したとき、自由になれます。そして、ね、自分が充実したその流れで、新しいボーイフレンドができたとき、この時も自信に満ち溢れてね、楽しい人生がやってきます。そして最後ね、本当に心からの応援隊が集まってきてくれる離婚おめでとうの瞬間です。この3選ね、皆さんね、よく覚えておいていただいて、これから離婚するお友達がいたらね、決してがっかりすることなくね、良かったと感じる瞬間があるよということを教えてあげてください。皆さん、この離婚チャンネル、皆さんと一緒に育んでいきたいと思います。離婚は決して不幸の代名詞じゃありません。離婚は幸せの代名詞。ね、これからの時代はそんな
思いで、ね、応援してくれる皆さんが増えていくことを願っております。ぜひチャンネル登録をしていただいて、若い方もね、熟年の方も皆さんこれを、ね、転ばぬ先の杖、ね、しっかりと、ね、教養の一つとして持ってていただけるとすごく嬉しいです。では皆さん、また来週も楽しみにしててくださいね。チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひお願いします。では、また来週の動画でお会いしましょう。